ちは。こんにちは、はい、さあおっさんこと浅野翔吾選手。誰がおっさんやねん若者捕まえてお父さんでしょ。私のではなく巨人のチームメイトにはおっさんと呼ばれてるんですけど、まあ、まあおっさんだよね。そうですね、まあ、去年までまだ高校生だったルーキーの浅野翔吾選手、はい、うん、プロ初アーチ出ました。おめでとうございます。はい、8月18日金曜日のカープ戦松田スタジアムで森投手から打ちました。あれ大きかったですね。大きかったな。消えていきましたな。いやでもこんなに早くホームランが出ると思ってなかったけども、はい、まあいいホームランだったな。そうです、ね、スライダーだったかな、入ってくるボールをこうちょっとすくいながら持っていったけども、はい、まあまあその前にデータ的に言えば高卒新人でホームランを打ったのは過去7人ぐらいしかいないんだって。あ、そうなんですか。球団記録ではね、はい、それが王さんだったり松井秀喜さんだったり、まあ、そういう面々に顔を揃えたという。だからまあ将来的にはね、すごい楽しみな選手にはなってきたんだけど、はい、いやすごいなと思ったのはちょっと抜かれたんだよね、スライダーで、はい、でねそれをねフルスイングしてないんだよ、8割ぐらいに落としてスイングしてるんだよ。え、それであんなに持っていけるんですか。いやそれはポイントで飛んでいくし、あの角度で飛んでいくんだけど、はい、若い子ってさ抜かれたらそのまま全力で振っちゃうんだよね。でもねベテランってその、はい、あ合わないと思ったらちょっと緩めながらでもバーンとそっちの方向に押し出していくんだよ、はい、それが昨日浅野にできたんだよ。じゃあもうね中堅ベテランのような打ち方ができるってこと。もう顔通りのあのバッティングができた。すごいおっさんだほ。おっさんだほですよね。いやだから俺はそれにびっくりしたんだよ。あ抜かれたと思った瞬間に、うん、浅野がこう 100% から80% に変えてわーんと前を大きくして振ったんだよ、はい、これを見た時はやっぱりすごいなと思った。ああそうなんですね。そういう技術が隠されてたホームラン。あれ高校の時も、まあ、高松商業でしたけども、その甲子園でああいう打ち方とかって知ってたんですかね。もう高校の時はもう合わせるのなんか簡単だから、あそか何でも来いやみたいな感じやから入っちゃうみたいな、うん、だけど昨日のホームランは見事だったな。そうですね、結構のホームラン、うん、あれもし新人がやるような全力で振りに行ってたらあれはどうなってる。あれはもうボテボテかポップフライかファールボールになってる、はい、あ抜いたから入ってたんですか。ボールが切れなかったんだ。だからそれが瞬時にできるっていうのは相当なセンスみたいな、うん、そういうものを持ってるんだろうな、うん、まあ、ずっとねあの長野選手みたいな、うん、まあ、選手タイプ的になっていったら、うん、あのいいよねっていうふうに豊さんおっしゃってましたけれども、そういう片鱗というかそういうのは、いやもう十分だ、十分は。あとあの中田翔選手がね、あのポンポンと頭を抱いてね、お前中田翔ホームランで返すんだよ中田翔が待ってんだよ。そうね、それも夢じゃない。いやすごいです。いやそれとね負けてたんだよ、はい、3対0から1点差に迫るホームラン、ツーランホームランだったんだけども、ずっと負けてて、はい、でチャンスもありながら越せなくて、うん、同点になって岡本が、ね、勝ち越しを打ってくれた、うん、でツーショットの、ね、そうですよ、あの写真とか写真撮ってましたね、うん、そういうのがあるけども、だけどやっぱあれを勝ちゲームにしてくれたっていうのがさ、なんかジャイアンツの強さというか。うん、あと浅野選手の持ってるものとか、まあ、だからねこれね俺一回もそんなこと言われたことないんだけど、初ヒット打った時も初ホームラン打った時もそんなこと言われてたことないんだけど、中畑さんが初ヒットを打った時に、はい、土井さんっていう選手がまだ現役でね、その人がなんかバントかなんかどうのこうのしてくれたんだよ、はい、それで勝ちゲームになってくれた、うん、そしたら言ってくれたんだって、お前のねせっかくの初ヒット、一生に一度しかない初ヒットを負けゲームにできないもんなって。だからねなんかそういうものが伝統的に残ってんのかなっていうさ、岡本のヒットだったんだよね、で嬉しそうにツーショットで肩を組んでね、あの撮ってたけど、ああいい光景だなと思ってね、先輩が後輩をねこう可愛がってあげるっていうのはね、そうですよね、だからすごいあったかい試合だったような気もするし、それと浅野がヒーローインタビュー受けてる、はい、ね、あの首の太さすごいですね。お前アメフトの選手かっていうぐらい首が太かった。でもそれにびっくりしたこれネックレスはちょっと余計だったけどさまだ早いんじゃないかと。まだね若干、まあまあでもあれ健康器具かなんかな、
かもわからない、ね、時期かもしれないですけど、うん、でも時期いらないから、あの若さでまだね18やってたら本当のおっさんになるから。確かに、ね、いやだけどあの首の太さっていうのはやっぱパワーを秘めてるっていうことなんだよ。そうなの、首の太さもやっぱ違うんですか。いや、あの首の太さってやっぱ力がないと首の太さって出てこないのよ、うん、体にパワーがないと。でもいい首の太さしてたからさ、ああやっぱそうだなと思ってさ。でそんな大柄ではないじゃないですか。ちっちゃいちっちゃい、そうで小柄ですよね、うん、でもやっぱりももとかケツとかすごいですね、胸板とか、うん、ああだからいい体もしてるしさ、ボディービルダーみたいな、なあ、はい、本当にだからこれからな本当にこう経験を重ねたらいいバッターになるだろうなと思うよ。そうですよね、一番だな、あ一番向きですか。で将来的には3番打つかもわからないけども、うん、まあだけどやっぱいい選手だな改めて思うけど、やっぱりドラフト1位で競合するだけあるんだなっていう、まあそうだな、うん、思いました。将来的には例えば浅野選手だったりとか秋広選手なんかがこうジャイアンツを引っ張っていくっていう風に、まあそうだな、あるんですよね、なるなる。だから人も良さそうだしさ、はい、なんか本当に長野の後釜というかさ、うん、なんかこうチームをこう引っ張っていってくれるような、はい、なんかそんな選手になってくれそうな気もするよね。タイトルももちろんあの将来的に狙っていけるような、ああ狙えるでしょう、うんうん、まあ狙えるとしたら首位打者かなっていうような感じはするけど、はい、まあだけどまあ、さっきも言ったけどこの行きながらスッと抜きながらうっと自分のスイングができたっていうのがさ、なかなかできないよ。持って生まれた感覚なのか、やっぱ感覚なんだろうな。で使ってくれる4打席くれる、はい、まあ、その中で試行錯誤をしながら、まあ、1打席1打席考えを持って、まあ、打席に入ってると思うけども、まあ、それが演じられるようなバッターになりつつあるよね。いやすごいですね。もう必死、最初の上がった時なんかもうバット必死に振るけど当たんなかったじゃない、はいね、でも一回落ちることによって、うん、あこういうことが足りないっていうことをしっかり吸収しながら上がってきて、それを表現できたっていうのはこの子は習得するものが早いのかなっていうような、あ、まあ、感じはするよね、うん、まあ、でも巨人の外野手争いってすごい選手たちがいるので、うん、まあ、そこルーキーでも勝ち抜いていかないとこれからいや、だからまあ浅野も言ってたけど、はい、確かに学ぶことは多いけども、うん、グラウンドに立った以上は競争だし、はい、そういう遠慮とかね、うん、そういうことをしないように頑張らなきゃいけないっていうふうには言ってたけど、はい、もうその通りで勉強することは素直に勉強した方がいいよね、うん、プライドだけではなくてプライドを捨てて一からまた習得していくという、それをやりながらやっぱりこうグラウンドに出ればもう先輩後輩なく競争だということを自分の口でも言ってたし、だからまあいい方向には向いてるよね。それとね、こういう順位争いをしてる時に消化ゲームではなくてしっかりこう厳しいところで使ってくれてるっていうのがまた成長につながるんだよね。そうですね、これがね消化ゲームでいくらミスしたって何にもないし、まあ打ったら喜びしかないし、だけどこの1本のホームランが勝利に貢献できて上の順位を詰めるような形にはならなかったけども、はい、だけど勝ちゲームになったっていうことはそれなりにこう収穫はあったしね。そうですね、まあいいホームランだったな。じゃあ豊さん、今後そのさらにプラスアルファって浅野選手にはこういう選手になってほしい、こういうことをプラスしたらどんどん良くなるよっていうのはありますか。いや、これは慣れていけば、うん、彼の野球センスっていうのはやっぱそれなりの勝つ方向に向けれるだけのポテンシャルはあるよ、うん、だから自分だけじゃなくて、はい、勝つためにはこうしなきゃいけないっていうのをやっぱ習得するよ、うん、彼は。だから慣れることだな、まずはな、はい、プロの水というかプロのピッチャーというか、まあ、そういうことに慣れていけばやっぱ昨日のホームランで証明したようにもう確かなものはある、うんうん、だから自信を持ってね向かっていってほしいよね。そうですね、うん、あとはね邪念が入るんだよね、はい、いろんな、だからまあ誘惑とかさ、あ外での、まあまあいろいろなあるよ、はい、あるよね、じゃないって今はもう野球に没頭する、うん、そういう時期であってほしいけどね、まあ、集中して取り込む時期っていう、うん、田舎もんだからさやっぱりいろいろこうキョロキョロしちゃうんだよ。
俺も東京来た時に、はい、18で来た時に大学の時にねもうキョロキョロしまくりだもんまあね誘惑が多いですから誘惑の街がいっぱいだし夜のネオンはすごいし、ね、まあ18だからねあまだダメですけど、ね、まあね、まあそういうところには行かないと思うけども、はい、まあやっぱりこういろんな人が寄ってくるよ、うん、まあそうです ね、 ねやっぱスターだしさ、うん、我々は学生だったから誰も寄ってこなかったけど、うん、やっぱスターのね候補生だし、はい、だから寄ってくるからまあそういうところはしっかり野球に気を向けてね、はい、まあまだまだ早いから、うん、だからそういうとこさえしっかりすればスターになることは間違いないね。いやでも早くレギュラー掴んでほしいですね。まあその時期も早いと思うよ。早いやってきますかね、うん、そういう時期早く。だから早くあのポスター貼られるようにね部屋に。あ部屋にそれ大谷翔平選手の癒しなんかこう妙に落ち着くなみたいなそう安心感あるなっていうね、ね詐欺には気をつけろみたいなそういうポスターになんか似合いそうなタイプだからまだ18とかね10代の後半なのにそうですね。いや本当本当ね、だけどいいものを見せてもらったよ。そうですね、はい、でもまだね残り、試合は続いていくので、ね、1本だけとは言わず、はいはい、2本3本と活躍してくれることをお祈りします、ね、はい。